ございました。ありがとうございました。元気よくバスから降りてきた園児たちが向かったのは、今日みんなの目の前にある畑は何の畑か分かりますか？今収穫の時期を迎えている五泉市のブランド里芋、ひね乙女の畑です。今日はこの畑で五泉市の幼稚園と保育園の園児15人がひね乙女の収穫体験をしました。頑張れ初めての里芋掘りに園児は悪戦苦闘。持ってた、やった、もう重たい。無事に掘れても株についたたくさんの里芋を取るのにまた一苦労です。ほらこれをお母さん、親芋っていうの、取れた。無事に収穫が終わると、どうしたら美味しく食べられるか、園児たちの頭は絹乙女を使った料理のことでいっぱいになったようです。シチューとか、うわ、シチューに味噌汁と一緒で食べたい。これ誰と一緒に食べる？ママと。ママと一緒に食べる。今日パパ帰ってくるから、パパとスーパー行った時にこれ美味しいんだよってね、親御さんに言って買ってもらいたいと、皆さんから食していただければ最高だなと思ってます。収穫された絹乙女は今後給食のメニューとしても提供される予定です。